マジか。せーの。あ、ピアスしてなかった。なんだか耳が寂しいよね、そういう時。ピカチュウ。ピカチュウ。あ、カラコン忘れた。よいしょ。せーの、ルンルン。太陽か。せーの、ルンルン、どうも、シホルンでーす。はーい。今回はですね、ずっとやりたいなーって思っていたスクールメイクを紹介していこうと思います。シホルンが通ってる高校ってメイク OK なんですか?ってね、よく聞かれるんですけど、実は禁止です。でも、やっぱりね、こんなんか、もうこんなドスピンできないじゃないですか。なので、薄くね、バレない感じのメイクをしてるんですけど、最近、スクールメイクが安定してきたということで、紹介していこうと思います。髪の毛もね、まだドライヤーしてから直してなくて、ボサボサなんですけど、いなかったことにして、今日は顔面だけに注目してやっていきましょう。それではですね、一番最初にベースメイクからやっていきます。最初に、じゃじゃーん、こちら、セザンヌの皮脂防止テカリした、え?皮脂、え?じゃじゃーん、セザンヌの皮脂テカリ防止下地ピンクベージュです。このね下地を取っていつもよりちょっと少なめで取ってください。でそれで鼻の周りに塗って、でポン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 って塗ります。あの鼻をねちょっと中心的に、鼻の周りがすごいね気になるのでいつも塗ってます。伸ばしたらスポンジで伸ばしてください。白くなりすぎるとね、バレるんですよ。あの、ファンで塗ってるでしょって先生に言われるんで。次にこちら、VT のシカレドニス、レドニスカバークッション。シカレドニスカバークッション23号。はい。の、このね、VT さんのクッションファンデを、これもね、あの、いつもよりは少なめに取ってください。で、鼻の周りだけを塗っていきます。はい。そしたら、次に、こちら。VT のアートインポアパクト。こちらをおでこに塗っていきます。あの、なんか、たまにね、あの、先生とかに YouTube の感想とか言われるんですよ。なんか、そう。だからね、もし先生にね、この動画を見られたら私は終わりです。メイクしてるんだろうって。メイク落としを渡されてしまうんですぎゃ。ですぎゃ。ですが、皆さん、ちょっと鼻がムズムズする。あ、話にも。鼻がムズムズする。オッケー。あ、話に戻りますね。やっぱでも皆さんにはね、学校でもね、持っていただきたいというね、気持ちがありますので、皆さんにご紹介していこうと思います。塗れたら、次に眉毛をやっていきます。眉毛はね、あの、描くの許されてるんですよね、なんか。なんだろう。やばいじゃないですか、ないの。はい。なんで、眉毛は普通に、いつも通り描いてます。朝いつも家出る40分前とかに起きるんですよ。だからね、いつもメイクやばいんですよね。今ゆっくりできてますけど、これをね、朝からね、着替えて、メイクして、ご飯食べてみたいな、やっとったらもうほんまに時間がない。もういつもメイクしながらご飯食べてます。もう考えられない。自分の中ではもう思ってもなかったことなんですけど。あ、待って、忘れとった。私、ここのね、剃り残しがすごいんですよ。いくら剃ってもね、ブツブツが出るんで、こちら、いつもコンシーラーで塗っております。そう、それ、これをやってから、あの、いつも眉毛を描いてます。ごめんなさい、ちょっと完全に忘れてた。よくこういうことあるんですよ。描いてる途中に、え、なんかそれ残しやば。あ、コンシーラー忘れたみたいな、ことがあるんですよね。いやー、でもこれさ、先生がもし見たら私終わりだよな。よく考えたら。うん。実はメイクしてるんでしょ ?YouTube 見たよって言われそう。まあ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 。いいでしょう、いいでしょう。絶対綿棒はね、必需品です。はい、もう何があっても綿棒はね大事。綿棒しか勝たん、はい、そういうことですよ。いや、綿棒しか勝たんはちょっと持っとるな。それは持っとるかもしれんけど、綿棒しか勝たん、うん、この前ね、学校でとある男子にですね、眉毛おかしくねって言われたんですよ。で、私は急いで学校のトイレで眉毛を描き直したんですね。で、その後に友達に、私こうやって言われたんよって言ったら、いや、マジで朝のシホルンの眉毛は過去一ひどかったって言われました。あ、マジってなりましたね。はい、とても悲しかった。だから私はちょっと眉毛を描く練習を本気でやらないといけないなと思ってて、はい、なんなら眉毛を整えるなんかサロンみたいなところに行ってみたい。いや、あったらあるんかわからんけど、
行ってみたい。朝ってめっちゃむくんでるじゃないですか。で私もね今朝に撮ってるんですけど、そう、あの一つね皆さんに豆知識というか教えておきたいことがあります。あの多分知ってる方もいると思うんですけど、このね絡まないゴムってあるじゃん。でこれを伸ばすんですよね、2個ペペペペペペって伸ばす。うわ切れてしまった。伸ばしたらこれをね耳にかけるんですよ、こんな感じでね端っこで。でこっちもやるんですよ。そしたらねむくみが取れるんですよね。ここの肉がちょっと上がる感じがして、つけたら朝起きて顔洗ってから家出るまではずっとこれを私は毎朝つけてます。そうむくみが取れるように。効果はあると思う、個人差があると思うけど、はい、ちょっとあれですね、自然光ってすごいな。もうなんかもうなんなら邪魔。ワセリン塗るの忘れないように。あのすごいこの季節乾燥してるんでね、私はピリピリだ。そしたらもう 眉毛は私は諦めます。はい、おかしいって皆さん思ってると思うんですけど、おかしいって思っても言わないでください。いや教えてください。いや言わないでください。いややっぱやっぱいいや。次にこちらキャンメイクのミックスアイブロウ03万のこのねアイブロウを使って薄くやってこうね埋める感じで。そしたらここが大事、あの眉毛って取れるんですよ、私生活してたら。なのでこちらダイソーにあるやつなんですけど、ユーアグラムのアイブロウコートっていう、これライブ配信で眉毛に塗ってたらマニキュア塗ってるんですかって言われるんですけど、まあ確かにマニキュアに似てるけど、これをね塗ったら取れないです、一日中マジで。学校の友達もこれ使ってる子いました、お揃いだった。そしたら次にこちらじゃじゃん、アートクロスバイロダンのシェーディングをやっていきます。鼻筋はね前までブラシでやってたんですけど、友達がね手でやった方が効果あるんだよみたいな教えてくれたので手でやってます。鼻筋描くだけでほんまに変わる。うん、そしたらシェーディング、なんかシェーディングって効果あるけど意外とバレないってところがあるので、はい、シェーディングはねもうしっかりやっていきましょう。シェーディングときたらハイライトですね。 VT のなんていうんだろう、 VT のフィットオンスティック、ピッソンスティック、待って、わからん。 VT のね01番のハイライトです。これを鼻に塗って、で手でヒューって、手でヒューってヒューってやります。で伸ばします。あのハイライトも大事、すごい最近すごいハイライトの大事さに気づいた私です。はい、ほんまに鼻が綺麗に見える。そしたら次にアイメイクに移るんですけど、アイメイクをする前にカラコンを入れます。前まで私裸眼でね学校行ってたんですけど、やっぱカラコンつけた方が漏れるじゃないですか。そうで、そこで見つけたのがバンタンがねモデルしてるこのプレイアップってあるじゃないですか。このプレイアップのナムがねつけてたカラコンです。カラーはモーニングヨガモーニングヨガっていうのかな。はい、このね茶色なんですけど、すっごいいいんですよ。これはねもう先生とね目がね5秒あってもバレない、バレない。これはほんまにおすすめ。バンタンがモデルしてるってのもあるし、見てたんですよその学校でつけていけるようなカラコンないかなと思って。でそしたらこれを見つけてつけてみたらほんまに大丈夫だった。でもなんかナチュラルに黒目が大きくなるみたいな、もう最高じゃんと思って使ってます。目につけていきます。はい、つけました。ちょっとこっちが大きくなってるの分かりますかね。ほんまにおすすめ。今日メイク道具持ってないのに、なんか友達とこのまま遊ぼうってなっちゃったって時にね、このまま行けるっていう、遊べるっていういい感じ。はい、つきました。ほんまにいい。これはすごいナチュラルですごい持ってくれる、おすすめのカラコンでございます。そしたら次にアイシャドウを塗っていきます。これはねノボっていうブランドのパレットです。そう、昨日友達が教えてくれて、ずっとわからないまま使ってたんですけど、なんか中国で有名なブランドって友達が教えてくれました。こちらのアイシャドウを塗っていきます。あ、私が映ってる。やっほー、鏡きたな眉毛大丈夫？まあいいや。こちらの茶色系の色をね塗っていきます。私の先生がよく見ていないだけなのか、大きすぎるラメじゃなくて、なんかちっちゃいラメが入ってるやつだったらほんまにバレないです。
この茶色をアイホール全体に塗っていきます。そしたらちょっと明るい感じの茶色を目尻のところにちょんって塗って、そしたらここのねちょっとピンクがかった白みたいなのを涙袋に塗っていきます。そしてこっち側、そしたらぼかしていきます。そのままにすると本当になんだろう、ちょっとテカテカってなっててバレると思います。このねピンク色の色をもうなんか擦るんじゃなくてヒュンってやるんですよ。もうヒュンってつける。ここにもヒュンってやるんですよ。そうもう塗っちゃダメ、ヒュンって一回乗せるだけ、ヒュンって。そうでその後に伸ばします。茶色だけだったらなんか寂しいんで色があった方が良きかなって感じですね。でぼかしてください。伸ばしてぼかす、伸ばしてぼかす、本当にこんな感じです。そしたらちょっと、そしたらこちらヘイトのダブルラインエキスパート LB の1極薄ブラウンを使って涙袋の影を描いていきます。特にこだわりはないです私は。そしたらこちらの綿棒を使ってですね、ヒュッヒュッてぼかしていきます。ぼかしすぎてもねもうなくなっちゃうんでいい感じに。そしたらケイトのソフトブラックライナー BK 自然な黒っていう、こちらのね学校メイクじゃない時はこちらの D アップのアイラインを使ってるんですけど、こんな感じでねもうスーって描けるんですよ。めっちゃインク出る感じのやつなんですけど、このね自然な黒っていうのはほらちょっと薄めなんですよ。これをこの粘膜を塗りつぶしてちょっとだけヒュッて引きます。ラインを濃すぎてもダメだし薄すぎても見えないけど、これはすごいいい感じなのでぜひこのケイトの自然な黒、はい、おすすめします。そしたらビューラーをやっていきます。ビューラーはエチュードハウスのやつを使ってます。300円かな確か。めっちゃ安いのにめっちゃ上がるんですよ。まあでもビューラーってほんまに人によると思います。形とかねすごいあると思うので自分に合ったビューラーを探してみてください。ぜひこちらのスミヒロインメイクマイクロマスカラアドバンストフィルム02番、こちらの茶色のねマスカラを塗っていきます。ビューラーなんかしたらもう先生に一発でバレるわみたいな人はもうマスカラだけでもいいかもしれないです。ナチュラルにいきましょう。そしたらチークを塗っていきます。こちらキャンメイクのパウダーチークス PW38 番。今までエチュードハウスのね赤色のやつ使ってたんですけど、最近なんかもう秋みたいな感じなので紫色を塗ってます。でポンポンって取ってポンポンってやります。そしたらちょっと前髪がやばいなけどね、ちょっとこの後ドライヤーしてからそのままの髪の毛なんですけど、髪の毛の直し方とかヘアアレンジというか、そういう動画を撮るのでちょっとそのままにするんですけど、最後にリップを塗っていきます。これはエチュードハウスのチェリースイートカラーリップバームですね。はい、こちらを塗っていきます。ほらめっちゃ可愛くない？まあこれもバレる時あるんですけど、なのではい、OK。 こんな感じで私の毎日メイクは以上になります。イエーイ。どうだったでしょうか。そうですね、あまり変わってないやんって思う方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりメイクするだけでもなんかその気分って変わったりするじゃないですか。だからやっぱそういうメイクするって大事だなって私は思います。皆さんも全部はね多分やったらバレるっていう場合もあると思うので、真似できるところはぜひ真似してみてください。はい、こんな参考にならないかもしれないけど、あとこのメイクをやってバレてなんかバレても責任は負えませんので、そこはご了承お願いします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバイ。